川ゆりのなるほどねワールド。このコーナーは、これ前の原稿が入ってますね。年齢もそのまま行くんですね。気持ちは17歳、実年齢は35歳という世間知らず、ファニーダポンこと操るポンさんに代わり、実年齢40歳。これね、はい、言っちゃいました。はい。実年齢40歳、谷川ゆりさんとお送りいたします、うん。お願いします。どうぞよろしくお願いします。もうね、始まって2時間半ですよ。もう緊張も解けてんのかなと思ってたら、カフ上げる前に、谷川ゆりのって、めちゃくちゃ叫んではりましたからね。まだまだって普通に注意されてましたから、みんなにね。まだまだって。失礼しました。可愛かったね。うゆるしい、うゆるしい。やる気がみなぎる。みなぎったね。まあ今回、まあ、どんなもんなんやと。今までポンさんがいろいろやられてたので、はい、もう、ちょっと私たちも基準がようわからんと。ポンさんが基準になってますからね。うん、はい。だから、一回やってみて、ほんまにこうね、クイズに答えられへんであれば、まあ、はい、いけるんちゃうか。でも、ほんまにさささって答えられて、はい、お肉ですってなったら、むちゃくちゃ出るから、これ。なあ、コーナー的にもどやねんってなってくるから、はい、っていうので、まあ一回やってみよう、いうこと。ベースをね、今度、ゆりさんに変えるわけですね。クイズ得意なん？クイズは、私ちょっと、世間一般的な常識が乏しいので、みんなそんなやで、よしも通れもあかんけど。ポンちゃんと変わらない気がします。なあ、まあ、やってみてだね。やってみよう。はい。問題は皆さんからいただいた、ポンさんの問題引き続き使用させていただきます。私がランダムで引きます。チャレンジは1日2回まで、5問連続正解で、リスナーの皆さんにですね、長井の大輝屋さんのお肉をプレゼント。お助けカードは上のそののみ使えます、ということでございます。失敗すれば1問目に戻る。5問目は番組スタッフおりょうちゃんがセレクトした問題を出題ということでございます。まあ、もしわからんかったら上野園が使えるっていう。はい。代わりに答えてくれる。わかりました。よろしくどうぞ。お願いします。さあ、一回行ってみましょうか。そうです。谷川ゆりのなるほどね、ワールド、ファーストチャレンジ。こちら。アルゴンスからいただいた第一問。世界にある海で、ユーラシア大陸とアフリカ大陸に挟まれている海を何というでしょうか。もう顔塞いでるやん。はい、もう無理です。これ一問目にしては結構ね、なかなかやね。なかなかやね。はい、ま、あの聞いたことはある。うん、まあメジャーですよ。聞いたらメジャーです。まあヒントね、はい、それは海やから、はい、ほにゃらら海とつきます。あの辺にあるほにゃらら海。あ、じゃあ多分あれかなって。はい。わかる。はい。じゃあ行きましょう。答えどうぞ。カリブ海。え？ダメ。え？カリブ海はもっとこうアメリカ側じゃないの？やっぱり吉本、私人にアホばっかりなんですかね。ヨーロッパの辺のほにゃらら海ってカリブ海とあと何出てくる？しか出てこないです。しか出てこないで奈良におんのかなって。今日しか出てきえへんじゃん。しか出てこないです。知ってる海の名前。なんとか海、太平洋、うんうん、日本海。日本海。うん、で？え？で？お、え？他なんかありますか？あるよ。タイ。タイ。タイ。雰囲気で言うてみ。台北。台北。チャイニーズ台北。ね。なんかそんなチームはな、あれ、な、あるよね。あの野球で。あったあった。ちょっと待って、これ、またこんな感じなんの、やっぱり。ポンさんとベースのラインが変わりませんよ。変わんねや。地中海。地中海、はい、あ、地中海って中華屋さんありますね。地中海って。はい。知らん。中華屋で地中海は何やろ。あ、ないですか。それを、なんかパスタ屋とかでわかるけどやな。あ、本当です。あ、パチンコ屋さんでしたかね。地中海。はい。あれ、シカイロやわ。あ、シカイロ。地中海とシカイロ、全然ちゃえ。おやおや、シカイロは中華屋。シカイロは中華屋さんっぽいけどな。もうな、失礼しました。次行きましょうか。一問目からしてやってくれてます。やってくれましたね。やってくれてますよ。まあまあ、あ、あれだと思いますって。お前、あれやな、はい、お前の顔で言われると、会うてんのかな、思ってまうねん。ポ、はいはい、ンは大体、関係性でね、はい、これやってきてるから、はいはいはい、怪しいぞと思うねんけど、はい、これあれやな。絶対正解だと思いましたけど。さあ、続いて、セカンドステージ。
中華屋さんでありますね、カリブ海。あるか、やるかもしれんよ、そら。行きましょう。セカンドステージ第1問。あー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 からいただいた第1問。1と、その数でしか割れない数字、素数。2、3、5、7。さて、その次の素数は、ズバリ何？ちょっとね、問題難しなってない？その数でしか割れない数字です。だからもう割り算で、その数でしか割れない数字、全く分からんわ。え、割り切れない、その数でしかもう割れない素数。素数って分かる？素数を習ってないんですよ、うん、習ってるんじゃないの？習ってはいるんですけど忘れているんでしょうね。そのだから素数はその数でしか割れない数字なんですよ。それが2はだから2しか割れない、はい、3は3でしか割れない、はい、うん、例えば6だったら割れるわな。3で割れる、そういうことですね、うん、2でも割れる、割れるでしょ。だから8でも割れるわ、いろいろ割れるんです。でも2、3、5、7っていうのは割れないんです、うん、この数字でしか、うん、あ、わかりました。ほんまか、この、わかりました。さっき見たぞ。ほんまか、お前。その顔、さっきも見たぞ。同じ顔してるぞ。いけるんやな。カリブ海と同じ顔してるんですけど。よし、行こうか。はい。それでは答え、どうぞ。11。正解！いいね。上の空なんかホッとしてるからな、お前。俺んとこ来ないよっていう。なあ。正解です。正解、正解。やりました。よかったです。なあ。ええ感じやな。はい。やりました。やりましたよ。よかったです。いい感じよ。さあ、行きましょう。はい。こちら。アライグマのお父さんからいただいた第2問。救急車が近づくときはサイレンが高く聞こえて、遠ざかるときに間延びして聞こえる現象を、発見者の名前を取り何々効果と呼ばれています。さて、何効果でしょうか？やっぱ一緒やな、ポン。あかん思ったらみんな顔ファってなんていうんだ。下向いてみんなそうなんかもしれん。そう、みんなそうやわな、うん、聞いたことある？あ、それはあります。何とか効果。え、何とか効果。これ皆さん知ってるんですか？まあ言われたらね、はいはいはいってなるけど、やっぱ心に来ると、はい、あれやね。まあ言うたら発見者は外国の方ですよ。はいはい。だ、外国人の名前っぽいので、うん、何とか言って効果つけてみてくださいよ。外国人さんの名前っぽい。思いつく感じですよ。うん。サウザント効果。サウザント効果。もうドレッシングから離れられへん。ドレッシング好きだから、ドレッシング好きだからな。サウザント効果。他は外国人さんっぽい。マイケル効果。もう、代名詞やな。マイケルって言うたらもう外国人の人の名前っぽいのに言って。出る。もうほんまに、マイケル・ジャクソンからね、中1の時に出てくるマイケルね。はい。まあ、使いますか？いや、もういいですか？使いましょう。使いましょう。お願いします。これはもう。はい。救急車が近づくときはサイレンが高く聞こえ、遠ざかるときに間延びして聞こえる現象を、発見者の名前を取り丸々効果と呼ばれます。さて、何効果でしょうか？上野さんお答えください。ドップラー効果。正解よ。どうですか？さっきはもう上野さんやばかったらしい。やばかった。本当ですか？じゃあよかったです。そそって何？僕も習ってないもん。習ってますここと一緒になるのやめてください。ナイスファインプレー。上野さん、ありがとうございます。これでも出るかもね。これでもユリが分かるような問題を引けたとしたらね。そうね、うん、さあ、こちら行きましょうか。エリック・プラクトンからいただいた第3問。さてから入ります、問題が。さて中国の首都はどこですか？さあ、ここや。これね、案外言われたら何個か出てまうね。大都市多いから。はい、そうですね。中国の首都はどこでしょうか？ズバリお答えください。まだ頭の中ゼロか。今頭の中ゼロか。なんか候補は出てるか。さっきの仲介のあたりから出てるんじゃないですか。候補出てます。候補何個出てる？2つあります。2つ出た、はい、一回言うてみて。一つ何？上海、うん、もう一つは秦。三国志。急に三国志。急に三国志。あの、キングダム好きなんです。それは時代でしょ。間もなく来るよね、またね。間もなく来るよね、じゃないね。そんなもん、俺が大きみだ、大きみたいにメイクして俺、ほほほほほ言わなしゃあないから。
いやいやいや、あの、シンではない。シンではない。上海は、ちょっとち、俺わからん。チリわからん。上海は、言われがちですけども、出がちですけども、違います。わかった。わかりました。もう手挙げたもん。何文字二文字です。二文字じゃないな。漢字二文字。漢字二文字。漢字で言うんかい。読みで言うたら。三文字。あ、ほんといけます、いけます。いきましょう。はい、どうぞ。北京。あ、正解。正解。あ、よかった。まあ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 、いいです。いいです。よかった。二文字って言って、また真って言ったらどうしようかと思いました。まさかの真。よし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 、いいですね。次も4問目や。はい。来てません。いいですね。いいですね。うん。これママの。難しい。気迫の、第4問。気迫の。旧国名の終わりは、現在の名古屋市あたりになります。うん、大和は、現在の奈良市あたりになります。では、はい。美濃、うん、美濃は現在のどのあたりでしょうか。これはでもまあ、あ、だってゆりどこ出身やった。私愛知県です。愛知県。これはもう、これはもうね、はい、これはもういけた。美濃は何々市あたりと答えいただければ、はい、何文字読む。2文字ね。2文字ね。まあ真ではないよね。真、真ではない。真ってどこで言われたら全員でこけない。行きましょう。答えどうぞ。岐阜市あたり。はい、正解。いいね。いいね。うまいこと回ってる。回ってるね。愛知県出身だからね。はい。ね。うん、いや、なんか後半いいの、ボボンっといけたね。さあ、お肉挑戦。もういきなりでお肉が出るのかどうかと。え、これ5問目？次？ 5 問目を。じゃあ、お寮さんが。さあ、お寮が来ます。お寮が今から読みますんで。はい、わかりました。これがラスト問題なので、はい、これに正解したら、お肉。お肉。はい、出ちゃいます。リスナーの方にお肉が。すごいですね。はい、頑張りますね、私。じゃあ、それでは。はい、頑張って、もう。はい。で、今からお寮が読みますんで、ちょっと下向いて聞いといてもらいましょう。はい、じゃあ、お寮です。酒飲み子さんからいただきました。うん、サッカーは11人でやるスポーツですが、では、ラグビーは、何人でやるスポーツでしょうか。これうわ、これはなかなかね、サッカーもやっぱりあのサッカー11人でも、はい、もう知らない人も多いと思うんですよ、やっぱりね。はいはいはい、今当てずっぽで言うてみ。8。8ね、はい、あ、ヒントな、はい、サッカーより多い。あ、そうなんですね。サッカーより多い。あ、5問目これ。ヒント言うたらあかんのです。ヒント言うたらあかんの。あ、5問目か。向こうがざわつきましたからね、今。ヒント言うとるでっつって。ごめん。11より上や。わかりました。広いもんね。広い。そこだけ。もう感覚やな、これは、はい。この音楽が終わったら答えていただきます。サッカーは11名です。はい、さあ、それでは。ラグビーは何人で1チーム。もう感覚やわな。もうさっきヒントがありましたから、ある程度そこを考えて、ちょり上で、はい、この辺じゃないかというところを決めて言ってください。目つぶってみ、目つぶってみ、はい、目つぶって、今選手走ってるよね、はい、ぐわー走ってるよね、はい、そのチームいますよね、はい、数えていってみ。今何おる。お前の中の頭でラグビー選手何おる、はい、うわー、風終わったら言うて、はい、はい、風終わった、何人でしょうか、どうぞ。20人。違う。だいぶおったな。見ちゃいました今。20人おった。いました。うわ、15人しかおらんはずやね。あ、多分補欠の選手が出てきて。興奮したな。残念。すいません。いや、江戸まで行った。いいよね。面白かった。うん、そうやね。ちょっと問題の、ヒントの出し方も考えなあかんな。でも今回ちょっと難しいとこも出てきたりしてましたよ。いきなりポンとね、まあまあ。そうやね。うん、ウェロソの使い方も抜群やった、ね。ありがとうございました。はい、うん、もでも次はいけちゃうんじゃないのぐらいの感じで。ね、はい。まだ来週変わるんですよ。その次がまただいぶ経ってからやってくるみたいなね。今日は真ということでございましたね。聞きどころは。めちゃくちゃ面白かったです。以上、お疲れ様でございました。ありがとうございました。以上、なるほどねワールドでした。